そして東京ドームにお集まりのベイスターズファンの皆さん、今日のヒーローはもちろんこの人、延長12回見事な勝ち越しホームラン、牧秀悟選手です。ナイスバッティングでした。まずはこれぞ4番というそんな一振りでした。感触はいかがでしたか。はい、それまで全然打ってなかったんですけど、まあ、ああいう長い試合最後決めることができてよかったです。打った瞬間それと分かるという、まさにそんなホームラン。あの牧選手自身も打球の行方を目で追うことは一切ありませんでした。どんなホームランでしたか。はい、もう打った瞬間、感触良かったので行ったかなと思いました。今日は非常に緊迫した投手戦、先発の東投手が7回無失点、そこからリリーフ陣もゼロを並べてきました。勝ちに対する執念というのは非常に大きかったんじゃないでしょうか。はい、もうピッチャーの方たちが、すごく、最後まで粘り強く投げてくれてたので、なんとか勝ちをプレゼントできてよかったです。さあ、これでいよいよ来週オールスター前最後の1週間が控えています。前半戦首位ターンというところも現実的に見えてきました。来週以降の戦いに向けて力強い一言お願いします。はい、今日も、最後まで応援してくれた、ベイスターズファンの皆さんとともに来週も勝ちを一つずつ積み重ねていきたいなと思います。見事な延長12回勝ち越しホームラン、牧秀悟選手でした。おめでとうございます。放送席どうぞ。